エフェクトなんだっけ、フィルター。そうフィルター、すごい。そうエモいじゃん。そうエモい感じにもできるしクールにもなれるなるほどね。ちょっと大西これ好きかもな、うん、結構めっちゃいいエモい感じで、あフィルムカメラ風。そうだねエモい感じめっちゃいい感じ。あいいね。私は、うん、ダークな感じ。そうだねちょっとモノクロな感じでいけてるね、うん、ご機嫌うるわしゅうって言ってるのあそう定型文。うん定型文なの。うん3個作れるやつのやつご機嫌うるわしゅう、うん、いろいエモエモ配信。エモいね確かに。めっちゃいい色。いいねこれ。いい色や。めっちゃいい匂いする。飴舐めてる。いい匂い。甘い匂い。飴大好き。もういつも飴舐めちゃう。本当？うん。のど飴食べてるイメージ。そのど飴大好き。なんかさ、うん、舐めすぎてさ、なんかないと不安になっちゃう。なんかもう大好きで舐めてるんだ。そういう本番前とか、なんか人前に出る前に舐めないと。怖い。なんか怖くなっちゃう。なんで？あだから配信するから舐めてくるの。そうそうそう。なんかルーティーンみたいになってんだね。ルーティーンみたいになっちゃった。そう腕痛い。腕が痛くなっちゃうんですね。そう喉がそうなんだよね。私も喉をさ大切にするためにさ割と食べてんのかなと思って。全然美味しい。何が今おすすめ？今蜂蜜。金柑蜂蜜。おお、美味しい。王道のやつ。ショートな二人。確かに。ね、この前なんかイベント出た時にショートカット一人で大西のやつで。あ、この間のあれじゃない？ライブ？え、そうカウントダウン。出たかったやつ。そう、だからってうちらだけなんだって思った逆に。確かにね、茂木さんがね。あ、確かにそっか。もともとショート組だったけど。確かに。ね、なんかさ一時期めっちゃさショート流行ってさ、ね、なんかみんなショートみたいな時あったけど今さ、うん、逆にみんな今ロングね。そういう時代になった、うん、俺もたまに伸びるもん。そう最近短くした、だって春とかまでずっとエクステつけてたし、それまでも地毛も肩までついてたから。そっか、そう夏にぐらいになってからショートカット。でもいろんな髪の長さ行き来してるイメージある。うん。飽きるの？そうなんかさ、なりたい自分像がねできちゃうんだよ。その時期時期によってね。なるほどね。むしろ髪伸ばしたい。なんかでもカツラ持ってるよね。なんかカツラ持ってる？で持ってる。何？なんかさ、事務所のさマネージャーさんが私服とか考えてくれてたって。そう。あの時カツラしてさ、ね、カツラっていうかエクステな、なんかパッチンでつけるエクステ、エクステカツラじゃなかったね。えよく覚えてたね。めっちゃ覚えてる。その時にそうロングになってて、そうカツラじゃなかったか、そうパッチンのエクステみたいなのをつけてて、その時にマネージャーさんが選んでくれるやつがロリーみたいな、もうめっちゃ可愛い系のワンピースをたくさん用意してくれてて。でがっつりショートやったから時、似合わなすぎて自分で幻滅して似合ってたよ。本当服がってこと。服と髪がみたいな。だからその時だけ髪をパッチンで伸ばしてやってた。でベレー帽かぶってね。よく覚えてる。めっちゃ覚えてるなんで嫌なんだけど。なんか持ってるよね髪の毛自体は。わかんない、もう捨てたかもね。わかんない、多分もう持ってない気するわ。捨てた、多分捨てたと思う。今もマネージャーさんがやってんの？いやもうね、すぐやめてもらった。やめた。あ、そうなんだ。ちょっと早急にね、ちょっとやっぱり自分の選んだ服着たいですって。そうだよね、自分の好きな服着たい。そうちょっとねボーイッシュなのがあの時はなお好きだったから。ああなるほどね。厳しいものがあった。そうですね。嬉しい髪の毛染めたい。あ、染めたんじゃないの？染めた。でもまたなんかもう病気。あるよね、でもそういう時期ね。でもさ暗いよねずっと最近。うん。今これでも明るくなった方なんなら最近色落ちして。確かに茶髪ちょっともっと黒くしたいって思う。あ、黒がいいんだ。黒がいいって思う。なんか。根も葉もの時は緑かしてよく覚えてる、ね、めっちゃ覚えてる。人の髪型めっちゃ覚えてる。髪色と前髪だけ緑の時あったね。クイーンねえそうほんとさ、みんななんかさ光の碁みたいな言われたり、あの夕方クインテットのさあきらさんやったっけ、なんかあの方に前髪似てるとかさ、みんな失礼だと思わない、あきらさんに。いやいや、なんでなんでちょっとね思い出したよ、幼少期に見てたやつ。そう幼少期あれよかった、私もよく見てた、好きだったわ。でもあれ以来ずっと黒いよね。そうね、もうずっと黒。なんか結果黒の方が顔盛れるなってなんかわかる、思う、わかる。なんか黒髪にさしたらあれ色なんか色白になったかなみたいな思うよね。色がねやっぱはっきりするからいいんだよね。わかる。腕いて。来たよ。クインテットも好きだったよ。ありがとう。優しいね。よかったあれ。夕方クインテット私も見てました。見てた報告いらん。見てた報告。私も見てました。いやいやよかったよねあれ。よかったよかった、うん、どんな番組だっけ。確かに音楽いお、ね、オープニングしか覚えてないや、ね、懐かしいね、趣があるざますもあれなの。あ、そう、うちが考えためっちゃなんか何回も読まれへんからさ何回もやってんのかなって思って全然定型文だね。糸を貸し屋根はあうちも考えました。あもうすごいその3つ。あその3つなんだ。そうえ考えてる。考えてない。え嘘。何もやってないのにしちょっと膝糸はなんて書いてる。そんななんか予想しよう。なんちゃらくて歌こんでれる。そんなゆるくて歌こんゆるゆるは別になんないか確かになんだろうね。なんだろうか。なんて言ったんだろう教えてほしい。そんな星のやつね、星気になるいつも。そうあでもゆる打てるわみんな。やっぱりダメだ。あいやダメだか。そんなひどいひどいです。美味しいもの食べましたか。もう弁当食べたね。あまだ沖縄じゃないや大阪。でも大阪っぽいのは食べてないね。食べれるかな。無理か。たこ焼きとか。たこ焼き食べたい。食べたいけどな。でも帰りもね割とバタバタ、確かにバタバタするよね。時間なさそうだからね。ね551買いたかった。551ねいいね。食っちゃいなよ。我らが陸郎おじさん、大阪って本当いろいろあるよね。うんじゃある。でも割とよく来る方ではあるもんね。確かに大阪結構来る。前来たもんね。前回の歌コンさんも大阪だったよね。前551食べたのってあれか。あ、シングルのファンミか。ファンミだ。ファンミできたわ。ファンミや。確かにまた全国ファンミある？大阪。あるんじゃない？ある気がする。また来ます。仙台が増えたんだっけね。仙台ね。ずんだやった。ずんだ大好き。ずんだ食べたい。ずんだシェイク。大阪年明け。すごいもうそんな先の予定まで。あそういうこと。ファンミンそういうことか。あるよ。2人と小栗でグルショー、3人で写真。そうなの。あれ大阪じゃん。やったね。一番最初ってどこなんだろう。ファミどこまだ全然把握できてないよね。北海道また行くもんね。嬉しい。でも寒いんだよね。めっちゃ寒いよね。12月。あ、雪降ってんじゃん。え、楽しみ。冬の北海道行ったことある？あるある。あるんだ。うん、めっちゃ寒い。あ、最初仙台だって。あ、最初、あ、やったわ。ずんだな。やったもん。行きたい北海道冬の。めちゃ寒い。頑張ろう。でなんか波動のさ、あれそう行ったの。え、もう初雪だったのよ、函館がその行った日が。おお。だから思わなくて、その雪とか、うん、普通に冬の格好していったら、うん、めっちゃ寒くて、うん、普通に冬の格好してってもダメだったんだ。もうやばかった。マジで耳が痛すぎて。あ、そうかもう痛いんだ。痛い、もう肌が。耳さえ痛い。え、12月なんてやばいんじゃない？やばい。その時10月の終わりとかだった気がするけど、めっちゃ寒かった。え、10月の終わりでそんな寒いの？マジで寒かった。11月の初めかな。マジでやばかった。もうやばいじゃん、もう12月なんて。耳が痛すぎて、ずっとゲームセンターにいた。あ、なんか聞いてた。言ってたわなんか。ずっとゲームセンターでプリクラ撮ってた。聞いたわそれ。寒すぎて。マジか。マイナスか。めっちゃ暖かい格好していたんだけど、楽しみ。またイクラとか食べれるかな。え、食べたい。あ、北は11月から雪降る。そっか、東京あんま降らないもんね。降んないね。え、関西は雪降る？結構。奈良はね、全然降んなかった。あ、そうなんだ。そう。でも降るとこは降るんだ。そうか。和歌山とか降ってそうじゃない？あ、確かになんか降ってそう。やってないイメージだけど降ってそうな。確かに。あ、私15分経ったわ。じゃあ私もあと2、3分。2、3分だ。じゃあ終わり？私おわ先にじゃあちょっとランキング読んでから喋っといていい？オッケー。じゃあちょっと。よいしょ。じゃあ色変えようと。エモエモ。歌コン頑張ってね。頑張ります。早く帰ってきてね。ね、明日は発売日なので皆さん楽しみにしていてください。あれですね。なんだっけ、明日はお渡し会があるので待ってます。お、フラゲしました。あら、ありがとうございます。嬉しゅうございます。イエイ。お代理出ませんでした。え。そっか、生写真とかもついてくるもんね。ぜひゲットしてくれたら嬉しいです。歌コン頑張ってありがとう。大阪暑い。結構寒くない？全然。楽しみにしててください。イエイ。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？は？え？はい、ありがとうございます。ローテートの大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。生演奏楽しみ。イエイ。ありがとうございました。終わった。やばい。私あと何分？あと何秒？終わったよ。早とか言って。早って言われた？早。終わっちゃった先に。あと1分ぐらい。よっしゃじゃない。あれなんか色増えてる。あ、そう色。しかもよっしゃ間違えた。失言しちゃった。間違えたね。失言って言っても。ごめんなさい。ダメだね。そうだね。糸おかしやね。糸おかし。正直者。やばい。歌コン頑張ります。ね、歌コン頑張ります。あ、ね、ごめんなさい、出ちゃった。すいません。じゃあごめんなさい、失言しちゃいましたが、ちょっともう早速ですが、おランキングいきたいと思います。やったーまで言ってたもんねちゃんとちょっとね焦っちゃ楽屋でやるから。そうでは行きます。13位鉄板、23位エモン、12位献血マニア、11位タニタニ、10位ミサキチ、9位ファデル、8位筋肉愛好家、7位ヒノト、6位クロワ、5位アユクイーン、4位マカロニ48、3位ナオキ、2位マカシアットおだし、そして1位はマーアットおだし。ありがとう。おめでとう。じゃあ歌コン見てね。見て。バイバーイ。